今から準備をするので皆さんも一緒に化粧していきましょう。お風呂上がりです。眠気です。コンシーラーします、化粧水。昨日怖かったね。そう、朝まで何時から見始めたっけ。4時。4時くらいからミュージアムっていうなんかカエルの映画を見て、すっごいビビってた。3人で見たんだけど、ピーちゃんは途中で寝たよね。寝ちゃって、で結局うちら朝まで見てたんだけど、マジ怖いね。怖くない？普通に面白かった。ファンデーション塗りまーす。ジャスミンティー飲めんかったのに飲めるようになった。今美味しい。うん、アイシャドウに入りました。なんだこれは。あいた、眼球に描きました。ただいま綺麗な色。なんか最近涙袋から描くのにハマってるんですよ。上から行きたくない？普通普通上から行くじゃん。なんか最近下から描いちゃうの。キットカットのアイシャドウめっちゃ綺麗。これ絶対使わない色ないから、この色があれば生きていけるってくらいの色。ピーちゃんにもらったこれとかった。てか普通に可愛い。本当に優しい。本当に本当に優しい。言わされてるから。え、めっちゃ可愛いね、そのアイシャドウ。ちゃんと見たわ。よけて。今日は平日か休日か言うなよ。土曜日です。今日は今から撮影をするんですけど。マジカスだな、マジで。今日さっき2時に起きた。だって寝たのが7時。おかしいかな。でも休日の醍醐味は昼に起きることじゃない。普段できんからね。平日出たい。目覚ましかけたくないよ。あいつを聞きたくないよね。皆さんにおすすめしたいこのマスカラ、極細です。下まつげがめっちゃ塗りやすい。これが下まつげ専用マスカラ。え、見て、カラコンにマスカラついてる。それめっちゃ痛いやつじゃん。終わったね。痛いの？痛くないの？今痛くない。あ、しかもなくなった。めっちゃいいじゃん。じゃあよかったね。すごいアイス食べたい。食べればいいじゃん。しかもハマってんのジャンボモナカジャンボみたいな。ここもナカジャンボだ。昼ご飯でも食べるなら食べちゃダメだよね。食べる？半分する？あ、絶対半分じゃない。朝ごはん前の朝ごはん。いただきます。あ、うまっ。前歯。うまっ。うちの最近の流行り。これうめえな。そう、一回ハマったらもう止まんなくない？次も買いたくなっちゃって、これ。これずっと買ってる最近。おいしい。毎晩このこと考えてる。うん。もうメイクも終盤。今日全部コスメ忘れちゃったの。持ってこなかったんでしょ。ありがとう。ああ、終わった。終わった。やばいやばいやばい。え、見て、ここちょ、見せて。それ見せて。チリチリ伝わる、これ。もうやばくない？これ多分ここら辺まで切ってもう一回再生させた方がいい気がする。やばい、こんな番組なんないよ。ドライヤーしてあげる。髪の毛します。なんかヘアオイルはお風呂上がった後、髪乾かす前、髪乾かした後、アイロンする前、アイロンした後にするといいんだって。いっぱいつけましょう、オイル。このやばいところだけ切ればいいでしょ。うわ、すごいやりやすい。こんなやりやすかったの、前髪って。感動しちゃう。初めてコスメを使い切ったのがこのリップなんですよ。ディオールのマキシマイザーです。めっちゃおすすめ。これ2本目。初めて2本目、本当に初めて。それでも使い切った。はい、
準備が終了しました。皆さんも準備できたでしょうか。そのゆるゆる準備動画、よかったらこれからも準備するときに一緒に見て見て見て準備してください。イエーイ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上 PK でした。バイバーイ。行ってきます。